こんにちは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、新型コロナ、東京都でね、新たに3865人、感染が確認されてますということで、さらに過去最多を更新しましたよということですね。もう入院患者もね、3000人近くなってるんですよね。これですね、やっぱり、こういったなんですけど、ぶっちゃけ丸、散々、動画を出してね、その暑さによる免疫力の低下、あるいはオリンピック、その他イベント等でですね、人出が多くなって、接触機会が増えたことによるですね、感染拡大、さらにですね、デルタ株がですね、その日本人の6割が持っている、HLA-A24 というですね、細胞免疫、これをね、回避してしまうというか、避けてしまう、こういったね、変異をしたのがデルタ株ですよということで、複合的な、要因でですね、感染は拡大していってますよと言ってますね。やっぱこれも証明されつつありますね、ぶっちゃけ丸の言ってる話が。で、ぶっちゃけ丸は東京都でももう5000人っていう数字は、そう遠くない将来に起きるんではないかと、もう言ってますけども、こういうふうにね、どんどん感染拡大していくときに、どうすればじゃあ感染しにくいんですかっていうのは、もう明らかなのは、人と接触しない、これがまず一番なんですね。で、ただもちろん全員が誰とも会わないで家に引きこもってる、これは無理ですよね。無理だとしても、接触機会を減らすことはこれ可能だと思うんですよ。接触機会を減らせば減らすほど感染リスクが下がります。これに関してはもう間違いないです。ですので、人のいるところには最低限しか行かないように努力する。もうこれがね、もう感染リスクを下げる一番できる、対応というか対策ですね。個人レベルなんですけども。皆さんもですね、不安だけ煽られてもしょうがないんで、この状況で自分にできることは何だろうかと考えた時に、免疫力を下げないようにしながらですね、人と、接触することを最小限にしましょうということでですね、日々の生活を送ることによってですね、感染しにくくなります。それはね、ひいては医療リソースの欠乏を招かないために、つまり社会的にもですね、その感染しないってことが実は役に立ってますよっていうふうなことをね、自覚していただいてですね、今一度ご自身の行動を見直すことでですね、コロナで苦しまれることのないようにね、気をつけていただければなと思うんですね。本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。